おはようございます。どうも、ショータイムゴルフです。お願いします。後半は3アンダー目標で俺行く。後半3アンダー目標で、なんか言ってる。なんか赤尾のふにしたらね、飛ぶんだよこの人。右すら捕まってないですよ、先輩。捕まってないですよ、先輩。大丈夫ですか？グリーンの横まで来た？やってないよ、バカ。バカか。発言がバカすぎるわ。バカじゃん。バカ。お願いします。どうも。カット。ドフィーでもいいとこだ、飛んでねえぞこれ。あー、寒くて体が回りません。ファッシュタグ、よいしょ、いい球。ショットさん飛びすぎじゃない？いや、普通ですね。あなた飛んでないよね。飛びますよ、それは。9番で。おー、ナイスナイス。フェアウェイバンカーのコツは？本当わかんないんですよ、フェアウェイバンカーって。教えてほしいぐらい。もう気合で、とりあえずダフらない。ダフらないんですよね。あとは気合で当てる。まあ、ボールに先に当てることが重要ですね。フィールスレースでしょ、飛んでるよ。分かった。もうちょっとコメントしてよ、優しくないよ。2人とも4回言いましたね。ドフィールスレースにしちゃ飛んでる。今テロップにはだから何って出てます。95ヤード52。テレーン、バンカースシャンクした。だからさ、なんか余計なことごちゃごちゃ言ってるからだよ。スシャンクした、スシャンク。寒い、体動かないよ。なんなら今日が出て結構あったかかったよ。風が寒い。はい、お、75ヤード超えてるぞこの男。60度で75ヤードです。でピンはエッジから5ヤードです。レッスンプロ、いいショット。これはいいや。ちょっと奥かな。ナイスオン。レッスンプロ、今のは何が悪かったですか？ちょっとオープンスタンスで突っ込みすぎじゃないですか。オープンスタンスで突っ込みすぎとのことで、上から刺してるでしょ、すいません。なんでこのお天気雨みたいな雨って寒い。90打つプロやっちゃいますよ。でしょ、90打つプロのことたまに聞いた方がいいよ。いろんなミスするんだよ。めっちゃ雨降ってきた。はい、3打目。あ、飛んじゃった。あ、もうさすがに違反みぞれも戻りきる。なんだよ。違反のウェッジです。パーパット、おっとっと。はい、バーディーパット。ガッド。ショッター、バーディーパッツ。パターうまいからなこの人。ナイスバーディー。うまいな。ナイスバーディー。よし、うまいね、相変わらずパター。ありがとう。パーパット。
はい、ナイスボギー、はい、頑張ろう。どんどん増えていけば上がるんだからギャラも。本当に？本当だよ。本当に？絶対嘘だと思うけどそれ嘘な気しかしないけど大丈夫？え？大丈夫だと思うよ。6回出たら1万円、7回出たら1万1000円。1万1000円どうぞ。運動会のパパよりもカメラ使い慣れてるよ。うん、間違いない。もう子供できたら子供も動画にするんでしょ。うん。おー、ナイスショー。いいとこ。セーフティー、セーフティー。そのドライバーなんすか？これ、赤オノフ。家に眠っていた。オノフなの。これ、ちゃっかり、テルキ4本ともドライバー、浅地くんのお下がりだな。全部買ってねえし。全部、浅地くんのお下がり。浅地洋介。シードプレイヤー。浅地先輩の。これヘッドちょっと軽いよね。軽い。当たり負けしてる感じする。ここどこだよ。あそこ。今そこ。左？うん。いやマジで狭い。ショットさんの距離だったらだって。ショットさんねドライバーダメだと思うよね。いや本当に吹き流しのライン。だって吹き流し310ヤードだから右の木のとこ飛んでったら。うん、崖落ちるよ。いや超えるんじゃないの。超えない超えない、絶対超えない。それは330ヤードぐらいキャリーが必要だから。今僕らが打ったあのカート道の右のあの狭いラフの幅に飛んでいけない。その辺飛んでいかないとやばい。いや落ちたらやばいの。崖落ちたら行け行けなんだ、うん、ぶっ飛ばせば大丈夫ですよ。だからダメだって言ってる方向に飛んでくよね。どうした？金とこだよ。大丈夫じゃない？大丈夫かな。大丈夫そう、うん、てかはい、残りバッテリーギリギリなんでテレックはい来年の元気です。来年の来年の来年の抱負は来年の抱負来年の抱負来年の抱負今年と同じくらい頑張る。あ、面白かった。ショッさん、はい、今年は日本オープンでしたね、はい、来年の、あ、来年からプロゴルファーか、はい、来年からどういう風に頑張っていきますか、はい、今年は日本オープンだったんで、はい、来年は US オープンに大きく出た。大きいね、ライブ、はい、web.com ツアーとかじゃないの。あ、US オープン、 US オープン、はい、US オープンの予選会行くんすかね。はい、行きます。金かかるね皆さんちょっともうちょっと動画助けていただかないとちょっと資金的に厳しいんで、はい、資金的にきついんで YouTube やっております。はい、わかりました。僕は助けないですよ、先言っとく。僕は助けないね、てるくん。俺らだけで精一杯だもんね、うちの会社ね。いっぱいいっぱいですね。うちの会社俺ら2人です。だいぶ精一杯だから2人で頑張ってやってんだよ、俺らも。さあ、ショッさん、もうちょっとギャラ弾んでください俺もきついんじゃん。もうちょっとギャラ弾んでください。俺もらってねえよ、そんな。一回3000円でいいですか、僕。じゃあ、いや、一動画3000円。1000円でいいじゃん。すいません、ちょっとおかしいだろ。一動画3000円でお願いします。昼飯代ぐらいお願いします。3000円ちょっと無理。3000円。じゃあ今度それをかけて差し勝負しようよ。何？3000円か1000円。ないよ、差し勝負。ハンデ、ハンデ5、ハンデ5、ラウンドしてハンデ5、無理だった。翔太さんに勝った日は3000円。ああ、そうだね。負けた日は1000円。そうだね。あ、そうしましょう、そうしよう、そうしよう、そうしよう。それいい、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 それしよう、それ。そうだね。じゃあ今日は1000円だ、もう。今日1000円。まだあかんね、まだ2打差、2打差。あ、3打差、3打差。あ、違う、4打差だ。バカに取ったじゃん、重いでしょ。4打差。よし、頑張ろう。そういうわけで、2打目、頑張ります。はい、130ちょっとだよ。33ぐらい。133。うーん、右じゃね。はい、9番で。お、いい感じじゃないですか。飛んで
見えない。落ちたの？あら122、48度。いい方向行ってる。ちょっと木で見えない。あー手前や。あエッジだ。あ落ちてきた、落ちてきた。あー落ちてきた。俺と同じところ、修理地。大首エッジやだ。難しすぎるでしょ。奥まで打てばよかった。マジムズ。ゴルフってゴルフ場コースでこんなに変わるんですね。変わるよ。太平だとパープレー。池ってあいつ池とか言ったけど普通に OB じゃん。これ池だったんだよ。前は危なかったです。あと2ヤードぐらい転がってたら谷底でした。114 84 80 60度。届くんですかねこれ。つま先下がりからドロー。まっすぐ。ゴー。届いた。ナイス。見ないプレー禁止。ボールをディスタンスかかる場合はグリーン横の特設ツーよりプレーすることが。やったー。ちょっと待って。なんか修理地に入ったらグリーン横の特設ツーから打てるとか言って。アトレさん。こいつらプロじゃねえだろ。こいつらプロじゃねえわ。すんげえ喜んでるわ。ありえねえんだけど。すげえ傾斜地じゃんここ。よし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 。2人やってて、やったよ。だいぶ確率上がった。だいぶ上がったよパーの。ちゃんとローカルルールに従ってるからね、問題ないから。あんまりスライスしなかった。今なんか止まったね、ボール。うん。3打目、58。エッジからは18ヤードぐらい。うん、俺の参考に。ナイス。イエス。インチキパー。外していいよ。はい、ショットさん、バーディーチャンス。OB だったらよかったのにな。マジか。今変な音流れた。ビヤヨーンみたいなやつ。早くお先しないよ、そんぐらいの距離。お先。イップスだもん俺。お先。どこがイップスなの本当。叩くよ。本当叩くよ。イップスだったら長尺使ったら入ります。本当に怖い。おお。ナイスパー。インチキパー。ナイスパーじゃねえよ。ナイスパー。ナイスじゃねえよ全然。ナイスパーでーす。よし。てってれれてってれてってってれれ。ナイスパーです。わーす。エリック君、俺らやったね。ナイスパー。やったやった。ナイスパー。おーおー。やったやった。大丈夫。まだ戦える。戦える戦える。まだ戦える。まだ置いて帰ってない。まだ戦えるよ俺ら。下から寄せてパー取るのがプロだろ。いやいや、ローカルルール、プレー禁止区域だったの。横からプレーできたよね。プレー禁止区域だったの。プレーね、プレー禁止区域だったよね。しょうがない、しょうがない。あれはちゃんとね、ローカルルールだったの。多分芝をちゃんとこう、守りたかったんで、多分このゴルフ場。あ、ショッさん、このほら、俺のおもちゃ使って。ここらで。どっちがいい？どっちがいい？パーシモかメタル。選べる。パーシモ。チャレンジャー。とか、うん、ね、左でいいの？左目。
右だとツオンできないよ。これのこのああテルキ君もともとできねえわ。566もあった。もともとできないからもともとできねえから。見とけ。じゃその左足のつま先開いたら飛ぶって言っていいじゃん。何回も右でしょ。右だ右。そういうこと言わないで。また打つの遅くなっちゃうから。ねえもともと遅いよ。おお。ね、ちょっとつま先開くだけでこんなにスイング変わるんだよ。どうがいいって言ってんだけどさ、聞かないの言うこと。ナイス、飛んでるよ。飛んだんじゃん。俺のおかげだな。今つま先閉じてる。小生もさ、てるひくんもさ、俺のおかげでさ。小生さん、つま先開いたら飛ぶらしい。右のつま先が、いや、てるひくんは内側向きすぎだからね。つま先45度ぐらい開いたら飛ぶらしいですよ。伸びそうないの。いや、ちょっと捕まえすぎだ。 OB だよこれ。なんか良さそうに見えるけど、あれギリ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 だと思う。惜しいな。今の音聞こえなかったよ。抜けてる抜けてる飛んでるもん。パス持てる。サッカーしてる。あ、いいよ。もうね、ここが青いのが好き。いいよね、かっこいいよね。行きましょう。パーシモンショット手低くしないとね。めっちゃいなり。いい音、音はいいよ、音は面白いよ。普通の感じだったらめっちゃ左行くんだ。重心距離が短いから。短いからだ、ね、アイアンと一緒だもん。うまいやん。うまっ。めっちゃ吹いた。吹いてんの？吹いてないでしょ。キューしてるけどパーシも打ったらどこまで飛ぶのか。ハイドローでいくから。え、いいんじゃね？めっちゃいいんじゃね？めっちゃいい。めっちゃいい球だよこれ。おお。めっちゃ飛んでるよ。うま。打感のドライバー作ってる。強さのパーシも。俺のあれだな。やっぱ飛ぶね。俺一番飛んでないじゃん、パーシュ。俺はあの、明治の大砲ショットで勝った。出た、殿下の宝刀直ドラ。復活すんの？打てる気がしない。ティーサして打ってなかったもんね、一時ね。1年半ぐらい。このヘッドじゃ厳しいかな。逆にどのヘッドだったらできるの？915。まあ、左行かなければいいや。久しぶりに見れるよ、竹内照樹の直ドラ。見えました？バンカーかな。あのバンカーって、うん、そんな手前なの？多分バンカーだと思う。上がったね。うん、久しぶりにやったね。当たるもんだね。うん、やっぱ1年半も付き合いしてたんだから大丈夫だ。女と一緒だよ。なんとかなんだよ。スプーンですか？完璧。わー薄い。こちょっと見えないんですけど、ナイス。246スリウッド。グリーン左には大きな池が広がっております。右サイドから。うん、完璧。いいライン。うん、でかい？でかい？右奥ってとこですかね。もうスプーンじゃでかいな。クリック、クリックじゃやっぱりいかないですか？ニールか。ニールじゃちょっと、はい、止まらないですね。池は怖いっす。最悪でも。だいたい、50ぐらいかな。ちょっと低めでいきたいですね。強い球で。お、うまい。うまい。
すごいナイス。2打目はかなりオーバーしましたね。そしてこのマウンドからのちょっと分かりづらいですけどかなり傾斜してすぐピン。これ止まんないね。うまい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 けど、いやうまいな、うまいうまい、ナイスバーディーチャンス残した。うまいな、うまいな、やっぱああいうの、今のはうまかったな。ロングでのさ、バーディーへの執念すごいよね。ちゃんとバーディーチャンスを作りましたね。さあ、小糸くんのは3打目ですけども、まあもうスーパーイージーですね。触れば入る。ただ苦手なつま先上がりです。しっかり打った、左に流れて、うん、ナイスタッチ、ナイスバーディー。シュッさんバーディーパット、よくバーディーチャンス残したね、うん、ちょっとスライスか、うん、フックした、フックした、ナイスパー、はい、入ったと思ったのに、右の方が高い感じ。ナイスバーディー俺。ナイスした。ほらスライスなんだよ。ナイス、ナイスバーディー。ナイスバーディー。バーディーす。スライスにしか見えないけどね。タップ系のスライスだけど。もっと練習してこいって方は高評価を、来年も頑張れって方はチャンネル登録をお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。